今日はですね、胸トレです。慎太郎と僕で胸トレやる感じですね。慎太郎とは胸トレ初めてかもしれないです。初めてだね。ウォームアップ。どっから撮ればいいですか？まあ、なんでも。もうインスタグラムやってるから。おいえ慎太郎結構グリップなろうにグリップしてるけど、僕もそうだったんですけど、最近ちょっと僕はまたワイドにしてちょっとパワーリフティング風になりました。腕がでかいこの前腕測ったんだけど僕より腕がでかいですね腕がもうコンティバローすごい好き、うん、北山さんもいますまだコンディショニングがいいですね僕と慎太郎はもうこれはもう大会出る感じじゃないですね。よっ、止まっ、よっ、2種目目に、スミスマシンでインクラインやります。今日の動画がどんな動画になるかわかんないですけど、まあ普通にトレーニングの様子を撮ってます。 OK、 メインセット80キロで、まあ、12から15レップ追い込んでいきます。この台なんですけど、角度が何度ぐらいかな、これ45度、45度ぐらいです、うん、まあ45度より上げることはあんまりないですね。もうちょっとフロントデルトとかを同時に狙いたいなら、時々僕はもうちょっと角度つけたりするんですけど、まあ僕は大体、まあ、インクラインやるときは45度ぐらい。オーライオーイエーThank you.
ナイス。え、何回やったさっき？15です。15。あまりスミスでインカにならないので、ちょっと今日難しい。でも上手くなります。慎太郎は普段あれ普段スミスです。スミス、スミスの方が、まあ、稼働は決まってるので、一回いいピンポイントが見つかればもうぐんぐん追い込める。カモン、プッシュ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 、カモン。おい、ありがとうございます。同じそこだ。ラストセット。まあ、はい。若干です。いや。There you go. Shoot. Three. That's cool. I'm going to go. うん、うん、あー、あー、やばい、重い。いいことだ。3種目目に、荷重ディップスやります。これ結構、まあ、胸の下部を結構ダイレクトに狙えます。90直角狙いまでは下がらない。こういった時点で結構胸から抜けてて、まあ、3頭に入っちゃうので、まあ、胸に残ってついてる、それ。あ、ついてる。ついてます。で、結構、胸のストレッチがこれで引いてきたら、ここで上がる。12から15。ナイス。よっ。もうちょっと胸を張って、そう体が動いちゃうね。慎太郎が、まあ、テキパキやったんですけど、なぜかね、急に1セット目でもグラッとして、今汗びっしょり、なぜかわからないけど、なんかすごい、なんていうの、その冷やすのかんない、まあ、ちょっと調子悪い。でも、ちょっと休んで回復して続けます。なんか酸欠っていうのかな、呼吸を忘れたのかな。なんか酸欠？貧血。うん。なんか喋りながらやって、説明しながらやってたら。チェストの4種目目にダンベルフライやります。これは結構本当に軽く、ストレッチを大事にやってます。あんまり正直この種目やらないです。慎太郎？あんまり。うん、ケーブルやりたいんだけど、ちょっと今誰か使ってるのでこっちやります。おお、それで締めるんだね。面白い。最後のスクイーズのためって感じ。そうです、絞り切る。おお、いいね。人それぞれですね。慎太郎もちょっとこのチューブとこのここのチェストのこの中心部の最後スクイーズを狙って締めてますね。僕はもうちょっと上部のストレッチを狙って、まあ、ちょっと拳は目と鼻ぐらいの時にところに来るように、ちょっとストレッチみたいにで上までこうやって締めない。僕逆に上の方でやってるとこうやって締めちゃうと胸から抜けちゃって肩に入っちゃうんで、まあいろんなやり方ありますね。これは結構興味深いです。
Oh yeah.次肩やりますか。聞いてない。ボケとして。いや、結構いいですね。結構追い込めてるんですけど、途中でのハプニングが僕があったから、ね。じゃあ肩を、サイドをちょっとやって、2人ともフロントデルトがちょっとね前から痛いし、あと三頭も慎太郎昨日やったでしょ。だからちょっとサイドリアをやっていきます。週何回ぐらいトレーニングしてる？今は週5か6ぐらい。週5か6、うん、で結構そうだね、その体回復を見ながらなんかその余ってるとこを、まあ、どんどんトレーニングしていく感じですね。週5回もやると今日はどこができるかなって感じです。感じで肩の第一種目目にこれは何だったっけ、イージーバーのアップライトローですね。サイドまだ足りない。サイドやっちゃう。リアで行きます。絶対100キロぐらい行ってそうですね、マルキは。一回ちょっと喋り始めて集中力がもうなくなったんで、フリングはここら辺で喋れない。ここら辺で終わりにしましょう。お疲れ様です。慎太郎めちゃくちゃ強いからね、途中で僕が失速になって死にそうだったんですけどまあいいトレーニングできましたこんな感じで今日の動画は、編集しないとわからないですけど、まあ、皆さん最後まで見てくれて Thank you very much。 もしこの動画好きでしたら LIKE お願いします。慎太郎さんはインスタもやってますね、だから皆さんチェックしてみてください。リンクは貼ります。そうだね、 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again.